はい、こんにちは、フラッシュです。今日はね、ちょっとご紹介したいものがあります。こちら、いよいよ夏本番ということもあってですね、こんなの見つけたんですね。これ、小峰さんが出してるターボモーターサイクルクーリングシステムっていう、まだ出したばっかりで、ほとんどね、開発段階の商品だと思うんですけど、これをね、早速ちょっと手に入れました。これ要するにバイクの用の空調ボックス、ここからこう空気を吸って、ここから吐くっていう、なんか洗濯機のホースみたいだけどさ、これをね、要はこう何シャツの中に入れるということのようですね。今回実際あるのでね、皆さんにご紹介したいと思いました。まあ、原理は極めて簡単、ここから吸ってここから吐くだけのことですね。あとは 12V の、アクセサリー電源をね、これは取ってます。モバイルのバッテリーからでも動かすことができるようですけどね。はい、ということで、どうやってやるかというと、まあ、これがもう裾からね、こうやって入れる感じ原始的だよね超原始的だけど、まあ空調服みたいなものですね、要するにね。で、一応これはあのタンクに吸盤でつくようになってて、でこれをスイッチオンすると、おおこうちょうど心臓のあたり、胸のあたりに空気が入って、もうちょっとホースが短くてもいいんじゃないかな、これ。うん、ここ私このシャツの、ね、ここからさーっと空気が出てくる感じですね。はい、なのでちょっとこれ走りながらね、使ってみたいと思います。それでは行ってみましょう。ちょっと手袋も熱い。まあ、いくら暑いからといってもね、 T シャツ1枚で乗るわけにいかないですから、バイクもね。で、ある程度こうプロテクター付きの、これは一応メッシュジャケットだけど、メッシュ着ててもやっぱり暑いですよね。で、まあ、極端な話、 T シャツ着てても暑いものは暑いわけで、これはあのシャツの中に風を送る、まあ、厳密に言うと肌着と上に着てるシャツの間に風を送る感じですよね。なんであの肌着に汗を吸ってる、その、まあ、汗のそれを利用して、結構ね涼しいんだよ。これ今外は外気温は37度ぐらい出てるんで、超暑いです。暑いけどこの胸元はねそんなに暑くない。まあ、ただ頭は暑いよね、しょうがないよね。頭が暑いのはこれ、今度は頭の冷却装置がいるよね。はい、そう思いますけど、まあ、頭は気をつけないといけないでしょうね。多少頭はこう窓を開けて風を送るぐらいですかね。で、まあ、走ってる時はまだねいいとしても、あの今ちょっと止めてみましたが、まあ、走ってる時はねこんな別になくてもそれほど苦にはならないですよね。問題は信号待ちで止まった時にどれぐらい効果があるかということなんだけど、まあ、このような信号待ちをするとですね、暑いよね当然ね。はい、もうここから一気に急激に気温が上がるんだけど、この時にこのスイッチをねこれ押してやる。そうすると音聞こえますよね。結構まあまあうるさいですけど、これがね意外と絶妙というかね、あの洗濯機のホースみたいなんだけど、これ意外と絶妙に風を送ってくれるんですよね。うん、あのいいと思うよ。値段がね8000円するので決して安くないですけど、まあこれもうちょっとこなれてくればお値段もねちょっと落ち着くんじゃないかなっていうふうに思いますね。中にもうファン、でかいファンが入ってて、でスイッチ、それからホースですよね。そんな感じで、これは一応脱落防止の肩紐みたいなのがついてて、まあ、一応肩掛けしてバッテリーで持ち運ぶこともできるというふうになってるけど、まあ現実的じゃないよね。だからこれは本当にバイク専用の空調ですよ。エアコン、扇風機じゃないんだけどエアコンですね。まあ、でもバカにできないですよ。こんなおもちゃみたいだけど、それなりに聞いてくれて、特に私のようにこういう前にとスクリーンつけてる人は暑いですからね、風が入らないから。風の勢いはですね、思ってた以上に風の勢いはありますね。ただね、ちょっと欲を言えば、こう一箇所からドーッと出てるだけだから、そうじゃなくて
もうちょっとこう分散して出るといいかなと思いますね。まあ今年の夏はまた特に暑い感じがしますからね、これぐらいのものがあるといいんじゃない。エアコン付きバイク、このホースがちょっといただけないけど、もうちょっとなんかこう収まりを良くするといいかもしれないですよね。まあ多分これあの開発商品なので、これからどんどんフィードバックをもらって良くしていくんだと思いますけどね。4000円ぐらいだと嬉しいなという感じの商品ですよね。まあ使えるシーズンは、まあ、この7、8、9月までですかね。意外と多いと思いますよ。いやー面白いもの、小峰さんさすが尖った商品作ってくるなと思いましたけどね。まだなかなかレビューされてる方いなかったのでちょっとレビューしてみました。取り付け方法は非常に簡単ですね。 12V の ACC で取るか、コミネントの電熱グロープを使っている方はそれと同じ電源を使うことができると。夏はエアコン、冬はグローブということですかね。まあ言ってみればこれエアコンですからね、だからバイクエアコンと言ってもいいんじゃないですかね。服にセットするわけじゃなくてバイクにセットするという感じのエアコン、空調ボックス。エアコン、まあエアコンっていうのは別に間違った言い方じゃないね。世にいろいろ空調服いろんな種類があるけど、服そのものが空調効果があるから、こう上にこういうものジャケット羽織ったりとかっていうことはできないですよね。その点これは本当にバイク乗る人たちがもう本当にその局所的に冷やしたいということですよね。そのためだけの空調ですからね、まあ、悪くないと思いますね。まあ高いか安いかって言ったら安くはないですね。8000円はね、8000円は安くはないけども、まあ、おいおい値段もねこなれてくると思っています。まあ中にはねこんなの着るぐらいならもう車乗った方がいいんじゃないと思うけど、まあ確かにそうだよね。夏でもバイク乗りたい人たちはどうしてもこういうものを欲しいですよね。まあどうしてもこの季節私もバイク乗るの億劫になっちゃうですね。朝出かけようかどうしようか迷っちゃいますよね。今日37度になるぞなんて言われるとですねちょっと迷っちゃいますけども、まあこういうものがあればね、ちょっと辛抱しようかなっていう気になるのかもしれないですね。ちょっと私はねこれ改良したところがある。これスイッチがこういう風に、これスイッチなんですけど、すごいこの物理スイッチでねこうオンオフだけなんだけど、これがねノーマルだとここがねクタクタクタとなって、このバッグの部分が柔らかくてちょっとクタクタしてたので、ちょっとまあ別に動画出してきますけど、ここの裏側に台紙をねちょっと貼ってあるんですね。でこうやってやるとここがかなり強度が出るので、スイッチが入れやすくなったっていうことがねあります。なので、まあ、もしご自分で作られてねこんな風な型紙ちょっと載せてきますから、ご覧になってやってみてください。はい、ということで今日はですね小峰さんのターボモーターサイクルクーリングシステム、バイクエアコンだねをご紹介させていただきました。興味ある方はリンクからもうちょっと詳しい情報をねご覧になるといいと思います。まだ本当にね、今月発売されたばっかりみたいなものですから、ちょうどタイムリーな商品かなと思いますけどね、興味のある方はそちらをご覧になってください。はい、ということで最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは、ね、バイク、キャンプ、あとガジェット、おじさんの好きそうなものをですねご紹介してますので、よろしければチャンネル登録とベルボタンを押しておいてください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ようさん、さようなら。いやー、これで夏は頑張ってツーリング行けるぞ。まあ下手物好きなんだろうね基本ね。さよなら。